皆さんこんにちは。我々職員が広報小田原を楽しく紹介する広報小田原ちょい見せ。今回は広報小田原8月号です。どうぞ。はい、どうもよろしくお願いします。はい、いやいや、広報小田原8月号は、はい、関東大震災から100年、はい、こちらを特集してます。はい、でも大丈夫ですか？何がですか？いや、ちょい見せって、はい、記事の内容を面白おかしく紹介したりするじゃないですか。はい、いや、取り扱っていい題材なのかなっていうのが心配なんですけど。いや、何ビビってるんですか？え？何ビビってるんですか？そんなんだから、警備員と警察官を見間違えてドキドキしちゃうんですよ。してないですよ。してないです、私。関東大震災から100年ですよ。100年、はい。記事にも書いてあるんですけど、はい、風化をさせないっていうことが何よりも大切なので。はい、確かに。ちょい見せしておかないと。確かに。我々子供の時も、はい、いつ大震災が起きてもおかしくないっていうことで、はい、避難訓練って結構ね、やってましたよね。やってましたよね。あの日ですよね。どの日ですか？上履きで外に出ることが許される唯一の日。なんていう言い方ですか、それ。走るをかけるって呼ぶ唯一の日。かける。お菓子、押さない、かけない、喋らないとか言ってね、言ってましたけど。静かになる時間までを、ストップウォッチで測られちゃう唯一の日。校長先生がね、何分かかりましたとか言ってね、避難訓練あるあるいいんですよ、言わなくて。いやー、でも、我々の頃もね、関東大震災、70年おきぐらいに来るって言われてたのが、もう100年ですよ。ああ、そうですね、確かに。だから絶対忘れちゃいけないし、風化させちゃいけないんで、はい、もう特にね、夏休みの子供たちにも、記事読んでもらいたいですよね。夏休みなんでね、見ていただきたいですね。はい、で8月号では、はい、他にどんな記事が紹介されてるんですか？他にですか？はい、子供たちで言うと、はい、学習用端末で電子図書館が利用できるようになったんですよ。はい、学習用端末、はい、この市内の全小中学生が使えるんですよ、ね、そうです、そうです、そうです。え、でも待ってください。え、子供たちがそれ持ち運んじゃっていいんですか？やっぱ心配ですよ、さっきからね、だから本当ビビりすぎなんですって。で、そんなんだから夜にデリバリーのバイクと警察のバイク見間違えてドキドキしちゃうんですよ。見間違えてないですから、私。ビクビクもしてないですし。いや、今の子供たち、電子機器の扱い慣れてますからね。まあね、確かに身近ですよね、もうね。いや、学習用端末なんて、子供たちにとっては、唯一長時間使うことが許される、唯一の電子機器ですから。まあね、普通のね、スマホに比べたら全然そっちの方がいいですよね。もう使ってる時間もね、ストップウォッチで測られることもない、唯一の電子機器なんですから。校長先生ですよね、それ。避難訓練じゃないんで、大丈夫ですよ。図書館ね、本当に。ね、だから学習用端末で、はい、電子図書館利用できるっていう話、ね。そうなんですよ。そう。だから、ね、でも図書館に行かなくても、はい、電子書籍が読めるっていうだけじゃなくて、はいはい、読み放題の方については、友達と一緒に読めたりするらしいんですよ。そうなんです。そこが電子のね、はい、すごいところですよね。いいところです。同時に読めるっていうね。はい、いいところです、ね。はい。それでは、もうすでに夏休みの宿題が計画的に進んでない子供たち。いや、やってますよ、みんな。早くもね、やってますよね。線香花火をいかに他の人に長く持たせるかだけに全集中している子供たち。まあね、それいいんじゃないですか、そんな夏もあってね。今日のお昼ご飯もそうめんだった子供たち。そうめん多いですけどね。まあ、毎日毎日も昼飯ね、考えるの大変なんですよ、あれね。夏休みは広報小田原8月号を読みましょう。そうですね。では、広報小田原8月号を見てね。